みんなの健やかな毎日を腸から支えたい、腸を整える大切さを伝えていきたい、そんな思いから始まった世の中をお腹からプロジェクト。第1弾として JTB と共同開発した中高生向け腸育プログラム、お腹の学校がスタート。その体験授業を実施しました。皆さんこんにちは。お腹の学校では腸を整えることの大切さやヨーグルトの持つ多様な魅力について知るとともに、自ら学び考え発表する探究学習を通じて、お腹を整える大切さとその方法について学びます。まずは腸ホームルームで腸活の基本と探究学習の基礎を学習します。腸理科、腸歴史では腸の働きや乳酸菌の役割、ヨーグルトの歴史など腸活の基本的な知識を習得します。腸家庭科では学んだ知識を生かしながらオリジナルのヨーグルト料理を考え発表しました。腸体育ではヨガを通じて腸に良い運動を実践。また腸理科実験では実際に乳酸菌を使った実験が行われました。プログラムの集大成である腸プレゼンでは、探究学習の結果を自分や誰かのどんな腸活に生かせるかを考え提案しました。宇宙で食べれる乳酸菌を研究し、今回調べてみて、ヨーグルトは牛乳以外からも作れることができると思いました。実験が楽しかったです。元から理系だったので、その知識を生かして実験できるっていうのは楽しかったです。プレゼンの発表のところでは、人と話すことっていうのは絶対大学とか就職とかでも使うので、そういうところのスキルはすごくついたかなっていうふうに思います。教育、それと自分の好きなことのつながりをこう探る中で、実はそんなに自分が興味なかったことが面白いんだ、この経験が一番重要じゃないかなって僕は思ってます。腸を整える大切さを学ぶお腹の学校、皆さんの学校で授業ができることを超楽しみにしています。